こんにちは、写真家の黒柳正樹です。本日は黒柳正樹写真展共感覚の瞬間にお越しいただきましてありがとうございます。はい、共感覚という言葉なんですけども、皆様は聞いたことがありますでしょうか。よくですね、何かを例えば計算をした時とかですね、音楽を聞いた時とかにですね、それが感覚として色で感じるっていう人がごく稀にいるらしいんですけども。私の場合はですね、飛んでるものの写真が撮れた時に、なんていうか色というより光ったような感じがすることがあるんですね。ただこれがですね、自分の能力なのかカメラの能力なのかちょっとこれ分かんないところです。というのはですね、カメラによって相性のいいカメラ、悪いカメラとどうしてもありまして、相性のいいカメラで撮るとそういう感覚が非常に頻繁に起こるという感じですね。で、今度ですね、この展示をするにあたって使用した、OM-1 ですね。このカメラはですね、今まで使ったカメラの中で一番そんな感覚がですね、はっきりと現れるとても素晴らしいカメラだと思います。はい。ということでですね、早速、今回の作品の解説をさせていただきたいかと思います。まず、1枚目ですね。こちら、モンシロチョウというですね、皆さんもおなじみの、身近な蝶の種類です。こちらですね、これはですね、私の家の近くで撮影したもので、本当に小さな公園なんですけれども、光の具合がですね、ちょうど、まあ、家の近くなんで、何時頃に行くとここの光がいいんだよなってのがわかりますので、その時間に行って、ちょうどいいところに泊まってくれたところをですね、接近しまして飛ぶ瞬間を撮影したものです。これもですね、プロキャプチャーものというのを使っているんですけれども、それがあるからこそ撮影できるものです。はい、では次ですね。はい、こちらがですね、岐阜蝶という蝶で、これ日本特産種ですね。それで関東のギフチョウは非常にもう少なくなってまして、絶滅寸前なんですけれども、一箇所ですね、まだ個体数の多い産地がありまして、まあ下手をするとですね、蝶よりも撮影者の方が数が多いなんてこともあるみたいなんですけれども、皆さんも大切にしてるんで、比較的個体数はですね、安定して推移しています。で、まあ我々みたいにですね、蝶を毎年、撮影のために追いかけている人間にとっては、この蝶が出てこないとなんかシーズンが始まらないなという感じなんですけども、当然これ年に春の1回しか出ませんので、その時に取り逃してしまうと、次の年まで取れないというそんな蝶なんですけども、そんな時でもですね、こうして、シャッターチャンスをですね、ものにできるというカメラは本当にありがたいものです。はい。では次。こちらから、この大駒皿、こちらからですね、最新機種の OM-1 で撮影したものになります。で、今回ですね、4月に、沖縄の石垣島と竹富島に行って撮影をしてきました。この大駒皿という蝶はですね、石垣市の、市の蝶ということですね、に指定されておりまして、実は一時期、個体数が結構減ってしまったんですけれども、市の蝶ということで、学校やですね、ちょっとした空きスペースに、この蝶の幼虫が食べる、蓬莱鏡という植物を、結構植える運動を、まあ、20年ぐらい前からですね、したんですけども、そのおかげもあってか、今は結構個体数増えています。あとはですね、この蝶で有名なのは、サナギが、金色に輝くということがありまして、金色のサナギということですね。結構知られていることもありますね。で、あとこの蓬莱鏡というこの食草なんですけども、実は、まあ人間が触る分には問題ないんですけども、蓬莱鏡自体が毒を持っておりまして、それを、毒を持った植物を幼虫が食べるので、鳥がですね、その毒を嫌がって食べないという、そんな性質があります。ですので、この、大駒皿はですね、非常に大きくて目立つんですけども、しかもふわふわとゆっくり飛ぶにもかかわらず、鳥に襲われることがないと言われています。はい。で、この、一見ですね、ふわふわと、
飛ぶんで、撮影簡単に見えるんですけども、羽のこの上下動でですね、ピントの位置が大きく変わってしまうんですね。ですので、こういった時にもですね、今回の連写が早い、秒間ですね、プロキャプチャーモードで秒間、120コマ、1秒間に120コマ撮れるようになったというのは非常に大きな武器になりました。はい。ではこれは次、続きですね。次がですね、これも、実はジャコアゲハというアゲハチョウの仲間なんですけども、この蝶もですね、幼虫が馬の鈴草というのを食べまして、この馬の鈴草も同じように毒を持っておりまして、この蝶をですね、鳥が食べないと言われています。ですので、これに擬態したですね、蛾なんかもいたりしてですね、なかなか、騙したり騙されたりとかって面白い習性を持っています。はい。で、こちらはですね、今度、レンズは、12mm の F2 ですね。こちらを使って撮影しております。このレンズ非常に小型軽量で、カメラの OM1 も小型軽量ということで、2つ合わせてもですね、非常に軽くて、これ空中を飛んできているところですね、カメラでこう追いかけながら撮るんですけども、こうカメラを振り回しながら撮ってもですね、全然、苦にならないという。あとはですね、自分の思い通りのスピードでカメラを振り回せるので、こういった撮影が、とてもしやすくなっています。はい。では次ですね。はい、こちらですね。これは、クロマダラソテツシジミという名前で、この名前の通りですね、この葉っぱ、よく見るとですね、ソテツの葉っぱを拡大したものになります。この蝶がとても小さいので、だいたいですね、この小指の先端、こんなもんですね。こんなもんですので、ソテツの葉っぱがこんな拡大されて写っている形になります。で、このソテツの葉っぱですね、刺さるととっても痛いです。ですので、撮影中に夢中になってですね、手が空いててなんてこともありますけれども、まあ、それを気にしてね、撮影するとこういう写真が撮れます。なんとこれ、蝶4頭写ってるの分かりますでしょうか。で、4頭全部にピントが合うとですね、奇跡的な写真になっております。まあ、奇跡的といってもですね、これ、合わせ方がありましてですね、まあ、飛んでるのはですね、後で運次第で合う形なんで、最初にですね、この止まってる方に合わせるのがポイントですね。はい。では次いきます。はい、こちらはですね、ナミエシロチョウという、とても飛ぶのが速い、中型のシロチョウの仲間です。はい、で、白いチョウはどうしてもですね、光を多く反射するので、背景と比べて白く飛んでしまいがちなんですけども、こういった時もですね、太陽の位置をよく考えて撮影するとですね、背景は潰れずに、蝶も飛ばずにという、そういったちょうどいい露出になるところがあります。あとですね、蝶の羽ばたく角度によっても、この光の向きが結構変わりますので、こういった時もですね、秒間120個まで撮れるとですね、それこそ数打ちは当たるという形なんですけれども、自分の好みに合った露出の写真が、撮れる可能性が高くなります。そういった面でもこの、OM1 の進化したところはとてもありがたいですね。はい。では次がですね、これはなんとトンボですね。珍しいですね、私としてはですね。この羽に色がついたトンボっていうのは非常に、日本のトンボの中でもですね、数えるほどしか種類がないんですけども、その中の一種類です。で、こちら、赤筋別光トンボと言いまして、もともとはですね、日本にはいなくて、台湾にまで、台湾より南に住んでいたトンボなんですけども、何年か前からですね、与那国島で見られるようになって、その後、西表島や石垣島でも見られるようになりました。で、トンボはなかなかですね、普通のトンボを取ると、羽が透明で、ね、なかなかですね、見栄えが、まあ、しないってわけじゃないんですけども、蝶と比べて、取り方が微妙に異なる部分、そういった部分ですね、ありますけれども、これは羽を強調して取れる、なかなか面白いトンボです。
それとこれ、M2 以降デジタル ED60mm マクロ、このレンズを使って撮ってるんですけれども、この、背景の白い丸いボケですね、これは水面の反射なんですけど、これをとても綺麗に拾ってくれますね。とてもこの水面の反射とこの 60mm マクロのですね、相性はいいですね。私のお気に入りのレンズの一つです。はい、では次いきます。こちらはですね、スジグロカバマダラという、マダラチョウの仲間です。背景はなんとですね、白い砂と海が見えますね。こちらは竹富島のコンドイビーチというですね、割とよくですね、沖縄の観光のパンフレットに載ってるようなですね、メジャーなビーチなんですけども、こちらで撮影しました。実はですね、蝶をですね、海背景にして撮るっていうのは非常にですね、条件が限られまして、まずそもそも 砂地っていうのはですね、植物が育ちにくい場所なんですね。ですので、なかなかそこに花を探すのが難しいっていうのはありますけれども、この蝶の下にある、緑のちょっと分厚めの葉っぱの植物がモンパの木と言いまして、この花に、集まることがありますので、こういうこの花が咲いている時は割とチャンスが、多く訪れる形になります。はい、であとですね、やはり海を入れるとなるとなかなかですね、葉っぱの陰に隠れてしまったりとかですね、自分の位置が低すぎると海がなかなか入ってこないので、蝶を取る高さもポイントになりますね。はい、でこれはマイクロ随行デジタルの ED12mmF2.0 このレンズで撮ってるんですけども、このようにですね、花に来たりそこから飛んだりするわけなんですけども、そういったものを、うまくその動きに合わせて追いかけながら撮影できるというこの小型軽量なこの機材、これが大変私の武器になっております。はい、では次ですね。はい、こちらはですね、ちょっと撮影の合間にこれちょうど小道から海に出る瞬間のところなんですけれども、画面の左の方にですね、このちょっとパイナップルみたいな実、これはパイナップルではなくてアダンという植物の実なんですけども、これがいい感じでなってたんですね。はい、でそれをおーっと思いながらですね、カメラを構えようとしたところ、カラスが飛んできて目の前に止まったんですね。これ、12ミリなので、カラスと私の距離非常に近いです。で単に私は撮影しようとしてしゃがんでただけなんですけど、カラスが全然恐れずにですね、目の前にちょろちょろ歩いてるんで、お、これはカラスにもちょっと、モデルになってもらうということで、カラスがいい向きになるものを待って撮影しました。で、こちらですね、最初ですね、カラスを脅かさないように、フラッシュ使わずに撮影してたんですけども、やはりこのアザンが、影になってしまうんですね。で、これはちょっとカラスを脅かしちゃうかもしれないけど、付属のフラッシュを使おうかなと思って、そーっとカメラに取り付けて撮影しました。そしたらですね、全然逃げませんでした。なんと。もともと何ですかね、これ人を恐れないのか何だかわかんないんですけど、とてもモデルの素質のある、いいカラスでしたね。はい。では、カラスの話が出たところで、次はちょっと黒い蝶ですね、カラスのように。これは、羽の後ろに白い帯があるので、白帯アゲハという蝶で、これも南方系の蝶ですね。本州にはいません。はい、で、こちらはですね、このピンクのお花、これ、ね、熱帯のお花で、ブーゲンビリアですね。これは民宿の、入り口のアーチがですね、ブーゲンビリアでできておりまして、そこに来たものを撮影しました。で、このブーゲンとですね、白ビアキャットね、非常に絵になるんですけども、なかなかこの、黒い蝶とですね、白バックっていうのは、コントラストが高すぎて、表現するの難しいんですけども、思い切り背景を飛ばしてですね、蝶の方に露出を
合わせる形で、ちょっとドラマチックな撮影をしてみました。でこの状態でもですね、ブーゲンの色きれいに出て、あと葉っぱの色もですね、とてもきれいに出てるんで、この逆光に強いレンズっていうのはですね、かなり無茶な使い方をしても、このようにですね、破綻せずに、新しい表現を可能にしてくれて、本当に助かっています。はい。では次ですね。今度は、台湾キチョウという蝶ですね。まあ大体、この辺に住んでる、関東にいるのは北キチョウというとっくりなものがいるんですけども、羽の黒いところの模様が微妙に違ってですね、別種になっています。で、これはですね、よく見るとですね、葉っぱに止まっている方の個体は、この葉っぱの芽にですね、新芽のところに産卵をしています。でそのメスに対して、オスが飛んできているところを待ち伏せして撮りました。でこういった撮影もですね、プロジェクターモードを使うと、羽の位置がですね、これ羽の位置だけはどうしてもですね、シャッター切っても、ね、複眼にピントを合わせたところで羽の位置だけはどうしても運任せという部分がほとんどなんですけれども、運任せといってもですね、数本当に1秒間に100コマとか120コマで撮ると、まあどれか1枚はですね、自分の好みの位置の羽に羽が来ているということで、1回シャッターを置けばですね、どれか作品として成立するという本当にありがたい仕様になっています。この60コマからですね、120コマに倍増したというのは、この辺はですね、本当にブドバネが上がっていますね。今回のオーエマンの気に入っているところの一つでもあります。はい。はい、では次ですね。こちら。先ほど、海をバックにと撮影したスジグロカママダラというのと同じ種類なんですけども、これはですね、羽の鱗粉がほとんどなくなってしまう異常型というのがありまして、これがですね、大体毎年同じような場所でですね、発生してまして、それに、会いに行きました。ただですね、もうね、コロナの関係でしばらく行ってなかったんですけども、久しぶりに行っても、その子孫ですよね、前、撮影したものの子孫だと思うんですけども、それがですね、出迎えてくれまして、このようにですね、太陽をバックに、透き通った羽をですね、存分に披露してくれました。これもですね、こんな太陽をですね、画面のね、ど真ん中にバッチリ入れてるんですけども、そんな無茶なね、撮影をしても、破綻せずにですね、作品として成立してしまうという、この、逆光性の強さですね。逆光に対する強さと、色再現の良さ。これは本当に助かってますね。この組み合わせがないと撮影できない写真の一つです。はい。では、次ですね。こちらは、青筋アゲハというですね、本当に名前の通りに、黒い羽に青い筋がピッと入ってまして、これ、子供の頃にですね、虫捕りをしたことがある方であればですね、とっても飛ぶのが早くてですね、これを取ったらちょっと英雄になってたっていう、そんな思い出があるんじゃないかと思いますけれども、これもですね、プロキャプチャーモードの中でこんな飛ぶのが早くてもですね、バッチリピントを合わせて撮ることができます。もっともですね、この青筋アゲハも闇雲に早いだけではなくて、時にはですね、まあフィールドにしょっちゅう出てると、時々、なんでこの個体こんな鈍いんだろうなっていうのがいますんで、そういったものを狙うと撮影しやすいかなと思います。はい。では、次の作品ですね。こちらは、石垣蝶というですね、蝶で、これはですね、もともと南方系の蝶なんですけど、最近は、なんか大阪あたりでも見られるほど北上してきたらしいですけど、まだ関東には来てないですね。はい。で、今これ、ね、2頭、飛んでますけど、何してるかというと、なんとこれ、縄張り争いをして、ぐるぐる回っているところですね。で、これはですね、ちょっと、そうですね、7、8メートル離れたところで別のものを撮影してたんですけども、ふっと、この影が見えまして、あ、縄張り争いやってなと思うんで、ダッシュで走っていきまして、なんとこれ、これ自分の背ではちょっと、背の高さが届かないところだったんで、ジャンプをして撮ってます。で、ジャンプしても多分ですね、これ、普段はですね、この12ミリの最短撮影距離で私撮影するのが得意なんで、大抵ですね、もう最短撮影距離にピント固定してるんですけども、これはですね、ちょっと、ピントをですね、数センチ
最短3滴よりも遠いところにピントを置きピンして撮ってます。でジャンプしてもですね、これブレないようにですねしてるためにですね、これシャッター速度1万分の1秒という、まあ、電子シャッターなんですけども、これを使っていることですね、まあ、これぐらいのシャッター速度を使えばですね、カメラ振り回しながら撮ろうが、何して撮ろうがまずブレることはないんで、ピントだけ気をつけて撮れば大丈夫ですね。これもこのジャンプして撮るなんてゲートはですね、カメラが軽くないと録音飛べませんので、これもカメラの軽さ、カメラとですね、レンズの軽さに助けられた一枚です。はい。では、次はですね、こちらがですね、これはオナガアゲハといって、これはですね、沖縄から帰ってきて、割と最近ですね、八王子市の方で撮った写真です。割と、この蝶はですね、ちょっとした、山の方に入ったところで、しかもですね、大抵、薄暗いところにいる蝶なんですね。ですので、こういう明るいところで撮影する機会っていうのは非常に珍しいんですけども、これもちょっと遠いところで、あれ、オナガアゲハだなと思ってですね、走っていってですね、なんとかギリギリのところで飛ぶ直前にシャッターを切りました。なかなかこうですね、必ずしも撮れるとは限らない、いつも行っても、絶対撮れるとは限らない写真をですね、撮れるというのは非常にありがたいことですね。はい。では次ですね。はい。こちら、琉球ミスジ。これも先ほどの石焼町という同じようにですね、縄張り争いをしているところです。で、これはですね、ジャンプはしてないですけども、手を目いっぱい伸ばしたところで、なんとかギリギリ、届いた感じですね。で、これもね、太陽は真ん中に入ってますけども、こんなに綺麗にですね、背景も含めてですね、色も綺麗に再現してくれてましてですね、もう、この機材を信頼してるからこそですね、撮れる写真の、写真となっております。はい。これもですね、ぐるぐる回ってはいるんですけども、両方をですね、こう画面の中に入れるのは結構大変ですね。やはり秒間100コマ、120コマっていうのは本当に大きな、アシストになっております。はい。では次ですね。こちらもちょっとトンボですね、また。朝比奈川トンボというトンボで、こちらも、ま、初夏がピークになるトンボです。とてもスマートですね。羽の赤いもんとですね、ボディの金属、緑色の金属光沢が非常に、おしゃれなトンボです。新緑のですね、明るい光を表現したくてですね、この背景が明るい緑になるように、調整しました。で、こちらですね、下の葉っぱに止まっていたところを、からですね、飛ぶのを待ち伏せして、プロキャプチャーモードで撮影しています。で、これもですね、プロキャプチャーモードがあるから、そこの羽の位置もですね、いろんな羽の位置があるんですけども、ピントがあって、なおかつ、自分の好みの羽の位置になった、この一枚を、展示させていただいております。はい。はい。で、こちらですね。これがですね、飛行機から撮影しました石垣島のですね、北部にある、これ、船が越えると書いてありますけども、現地のことで、船久屋と読みます。なんでこんな、これ地名なんですね。船が越える船久屋。なんでこんな地名がついたかというと、画面の、そうですね、島のあるところで、海がガーッと奥から入り込んできてですね、すごく細くなっているところがあるの分かりますでしょうか。はい。で、これですね、石垣島っていう島は、実は沖縄県でも3番目に大きい、かなり大きな島です。全国でも、本州なんかも含めた中でも、だいたい20番ぐらいに入る大きな島で、この細いところをですね、昔の人はですね、船を担いで、これ、奥が西で手前が東なんですけど、東西をですね、船を担いでショートカットした、そんな歴史があったようですね。これ、右行くと北なんですけど、北をぐるーっと船で回っていくよりも、ここを船を担いで、
陸地をですね、横切った方が早いという、そういうことなんですね。それで船久屋という、地名になったそうです。で、これがちょうどですね、石垣島の北の方から、飛行機が侵入してくる時に見える風景で、季節風の関係 ですね、夏に行くとほぼですね、南風しか吹きません。台風でも来ない限り。ですので、ここを飛んでいくと、あ、沖縄、ね、石垣島に来たなという感じがするので、テンションが上がる場所ですね。はい。ですので、このテンションが上がってですね、撮影したこの今回の共感覚の瞬間、皆様もぜひ、ごゆっくりご覧いただけたら幸いです。はい、以上、ご清聴ありがとうございました。